では2万2000人が入りました。このファンの前で展開された試合がクリッとしません。緊張感のないプレーが続き、6回終わってすでに2時間余りが経過してしまい、スタンドのファンにはしらけたムードが漂います。展開は7回、中日が元気のないヤクルトを突き放します。フォアボールのランナーを1塁に置いて9番ピッチャーの佐藤、立ち上がりからフォアボールを連発した佐藤、ヤクルトの山部からおめえ挽回のタイムリーヒット、さらに2アウトランナー1塁2塁から4番のパウエル、ここは首位打者の貫禄を見てランナーを返します。結局終盤にようやく打線に火がついた中日がヤクルトを下しました。最多勝を狙うドラゴンズ先発山本正博は立ち上がりからキレのいいボールを低めに集め、5回までタイガースを2安打に抑えます。ところがドラゴンズ打線もタイガース湯船にうまくかわされ、山本を援護できません。しかし5回ワンアウトランナーなしから高木監督代打山崎を送ると、これがズバリ愛工大名電出身イチローの5年先輩山崎武史の代打ホームランでドラゴンズ1点を先制します。さらに続く6回にはパウエルが犠牲フライを放って2対0とリードを広げます。完封目前の8回、山本はワンアウト2塁1塁のピンチを迎え、バッターは代打真由美。しかしここは山本計算通りセカンドゴロダブルプレーに切って取ります。結局山本はタイガースに3塁すら踏ませず見事完封で16勝目、再びハーラーダービー単独トップに立ちました。前通算99勝と100勝100セーブに王手をかけている各初回2回とタイガース打線にヒットは許すものの、後続を断ち、まずまずの立ち上がりを見せます。各の大記録を後押ししたい打線は2回、前原のタイムリーなどで2点を先制します。続く3回にも1点を追加した中日、4回には清水がタイムリーヒットを放ち4対0と阪神を突き放します。さらに6回、先ほどタイムリーを放った清水が亀山のホームラン性の当たりをジャンプ一番、守備でも角を盛り立てます。角は味方の守備にも助けられ、8回までタイガース打線に2塁すら踏ませず、一歩一歩大記録へと近づいていきます。いよいよ9回、角は家族の見守る中大記録へのマウンドへ向かいます。そしてついに2アウト、最後のバッター和田を打ち取りゲームセット。プロ入り14年目万感の思いが込み上げます。史上5人目涙の100勝100セーブ達成です。ドラゴンズ各は1900、改めていかがですか。そうですね、ここまでいけると思わなかったです。それでやっぱり100勝は本当に難しいなと思って、一番僕は幸せなと思った、皆さん応援してくれて本当にありがとうございます。継投5連敗中と泥沼の阪神、ところが今日は初回、先頭の南村がツーベースヒットを放つと、3番和田がセンター前へタイムリーヒット、なんと27イニングぶりの得点で中日今中から先制点を奪います。投げては中日に対して5勝負けなしの中田が相性の良さを発揮して3回までナイスピッチング。今日こそは久々の勝ちパターンかと思われた矢先、4回阪神の攻撃中突然の大雨で無念のノーゲーム、連敗脱出に文字通り水を差されてしまいました。戦の大事な初戦、広島三村監督は今シーズン中日に6連勝負けなしの紀藤を先発に立てます。ところがその紀藤、1回に2アウトから連続フォアボールを与えるとパウエルにタイムリーヒットを許し、あっさり1点を先制されます。2回にも1点を奪われた広島でしたが、3回中日守備陣のミスにも助けられ、連夜の先発今中から1点を奪い返します。さらに広島は5回自らツーベースを放った紀藤を正田がホームに迎え入れます。そして続く前田の豪快な20号ツーランホームランで逆転に成功、2試合連続の先発を志願したい中日今中をマウンドから引きずり下ろします。しかし今日の中日は粘ります。7回に変わった大野から立浪のタイムリーツーベースで1点差に詰め寄ると、大砲がセンター前、立浪一気にホームを狙いますが広島の見事な中継プレーの前にタッチアウト、同点のチャンスを逃します。ところが最終回、中日は立浪のタイムリーでついに同点に追いつきます。なおも2アウト満塁とし、バッター二村がライト前へさよならタイムリー、白熱の一戦は5対4で中日が制し、広島にとってはあまりにも痛い一敗です。自力優勝が復活した高木監督、諦めたはずの夢が再び膨らみ始めました。巨人との直接対決はもう残されていない三村監督、残り6試合人事を尽くして天命を待つ構えです。その広島の先発は鈴木です。
1回先頭の清水がいきなり捉えます。チャンスをワンアウト1塁2塁と広げて広島戦にめっぽう強い大砲。昨日のサヨナラ勝ちの余韻を冷めらぬツーベースヒット。中日2点を先制します。中日の先発は4連勝のスタートを切った佐藤、2回先頭のメディーナ、レフト清水、この守備はいただけませんでした。ランナーは3塁に進んで金本、犠牲フライで中日1点を返されます。快調なピッチングを続けた佐藤、7回にヒットとフォアボール2つでワンアウト満塁のピンチを迎えます。そして代打小早川武彦、佐藤気迫のフォークボールが冴えました。三村監督は8回から大野を投入し9回の反撃を待ちます。しかし佐藤がその願いを断ち切りました。中日は広島に連勝して5連勝、夢に向かって前進です。ちょうどこの連勝始まったのも僕からですよね。だからまあ僕が勝ったんで、また次のピッチャーもまた勝ってくれると思うんで、また次が回ってくるまで負けないで、次もまた勝つように。もうジャイアンツの尻尾が見えてきましたから、広島の尻尾は追い抜きましたんで、もう噛み砕いて上に上がりたいなと思ってます。4回表、先発山本正弘から前田がセンターへ犠牲フライを打ち上げ、1対1の同点。序盤は緊迫したゲーム展開でした。中日は5回裏、ランナー1塁2塁のチャンスで大砲。先発井上に代わる広島2人目佐藤貞治から、同一カードシーズン18本目の日本新記録となる38号スリーラン、4対1と広島を突き放します。中日その後も2点を追加すると、4連勝中の山本正弘はボールを低めに集め、危なげないピッチングを展開。広島打線を3発の4安打に抑え、4試合連続の完投勝ち。山本は17勝目を挙げ、2年連続の最多勝をほぼ確実なものにしました。中日ついに6連勝です。